はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども立花、ずっと煮詰めてきたのでこちら紹介していきたいなと思います。まあ、新ボックスが出てからね、動画も出さずに何してたかっていうと、もうこのデッキをずっと作ってたわけですよ。で、たどり着いたのがこんな感じの構築といった風な感じになります。で、チルベメっていうのが、まあ、めちゃくちゃ強くて、こいつがいるとね、植物族モンスターは、チルベメを先に倒してからじゃないと殴れないんですよ。で、さらにこのチルベメ倒すとどうなるかっていうと、デッキから植物族一体特殊召喚できるんだよね。で、それで、ボタンとか特殊召喚すると、ボタンのサーチとかが入ったりするわけですよ。まあ、それが強いという風な感じでございますね。で、具体的な動かし方っていうのは、実際にまあ、解説しながら、今から実況していこうかなという風に思います。じゃあやっていきましょう。マジ、OK とはっすよね、ほんま。あーって感じ。バウンサー立てられると、ちょっとボタン止められちゃうんで、それがちょっときついんですが、まあトップ次第って感じ。最初はスマホめっちゃ叩いた。あまりにも今の立ちが悪いよね。あれ動画にしよっかな。30秒の動画。今日のデュエルリンクス豆知識。実は OK のちょっと下を押すと進む。これ高評価150は硬いですわ。俺ならする。直々に怖い怖い。いやちょっと そういうのはヘイローさんやな。人参ワード取れるのがいいですね。うーわなんだこれ、あいつ強くないかそれ。なんやそれ、アリッカ心身強いな。とバルブセットボタン効果、まあもつく後ろにありそうな気すんねんな、雰囲気的に。ボタン効果、あ通るんだ、通るんや。絢爛でちょっと後続作ろっか。じゃあ絢爛で後続作りたいですと。でモツクはありそうですと。あーエリカ落ちた、はい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 。じゃあチルビメでエリカ様効果発動、墓地から特殊召喚。あーでもな、モツク、いやずっとラグってるから、まあ小ズサイか局所かモツクなんよ。バイオ使いさんの危機。もう一体並べたいけど、もうこの状態だったら別にトレミス作る旨味もあんまないしなーって思ってて、あまあそれか、まあいいや、スノードロップ効果ボタンリリースのチルビメ出しってどうやろ。チルビメ立ててよかったな、ちょっとこれは。でスノードロップ効果こうして、この瞬間、あーチルビメ盾だな、チルビメ盾でバチコーンっていくのが多分良かったな。ちょっとこれはミスっちゃっちゃっちゃ、カード1枚セット、あ待って、これレベルコピーして、こいつのレベル6にして、でかんざしにして、かんざしで殴りに行こうか。こうして硬いよねこの盤面。小ずさい、あ別に全然、どうぞどうぞ、それはどうぞどうぞですわ。でバトル、あ小ずさい ×2 なんだ、雰囲気的に。どいてちょうだい、エリカ様墓地に送ってかんざし効果、エリカ様切って
でエリカ様盾出そっかな。バーンバーン勝ち。チルビメ盾の方が良かったな、なんか一望外考えたら。よし次行きましょう。答え、いや大丈夫大丈夫、あの先行取られて因果切断はさすがにきつい、それはさすがにきつい、俺は悪くない。おお、上級しかいないわ。まあまあ一旦ぐらいさっきくれてやるよ、一旦ぐらい、一旦ぐらいねくれてやりますよ。まあプリムいるし、てかまあトップで下級がバルブ3、人参1、プリム1の絢爛さんで8、まあ引けるやろ。え、何魂のカードって、デスペか、デスペっぽくない、なんかこれ絶対デスペでしょ、ライフ 増強アルファデスペ当たり。まあこれなんだ、ボムスパか、なんやこいつは。リッカかわいいよ、リッカかわいい、ああいいよ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 。じゃあはい、あれね、小ズサイっぽいね、多分小ズサイだと思うな。なんでまあこれはちょっとしょうがないから、これ取ってきてから一家の風花、小ズサイ嫌やな、どうするん小ズサイ、打つの早い、まあいいんやけどさ。18、まあ18やったら死なんくない、多分18守備って死なないよね、18守備死ななさそう、いや死ぬか、怖いから出そっか、怖いから出す、いやでも出したら後続なくなりそうだし、ターンエンドにしよっかな。いやー厳しいね、だいぶ厳しい、だいぶ厳しい、相手がちょっと、おー、オーケー、あ、人参いいよ、人参。ただ、6。まあ、かんざしかな、かんざしやな。かんざしでも出すにはちょっとレベルが足りないから、モンスターセットセットでお茶濁そっかな。この2日なんかエリカって叫んだのかな、めっちゃ叫んだオッケーよしあ、バルブ来たんでしたらですよ、バルブ召喚、あの後ろは何かわからない、因果かな、はい反転。じゃあレベルコピーして、はーい、よいしょ、エリカ様、冷たい炎が世界の全てを包み込む漆黒の花よ開け、シンクロ召喚、現れいでよ、ブラックローズドラゴン、来たー。とりあえず1回目はねムービー出さんとね、ピシンピシン、ブラックローズドラゴンの効果発動、ブラックローズガイル、そこなし、遅いぜ、ブラックボンバーか。じゃあ6、モンスター効果発動を、エリカ様切ってこうして、よいしょと、スノードロップ効果、よいしょ、ヘレボラス出しつつ、スノードロップ出して、今植物リリースされたんで、今切ったエリカ出してスノードロップ効果、ここ6にします。んでかんざしで、このかんざしが破壊耐性あるんですよ、
効果破壊ね。なんで、なんか変なことしようとしてきたら、させねえってできる。で、プラス、エリカが、かんざしの素材に巻き込まれたから、これで、カイト。カイト。カイトー。カイトー。あれ、思うんだけどさ、カイトより多分ね、生物の方が強いと思うんだけど、あれなんかまだもう一個ラグあったな。カイト1のテンパ 1? テンパ1かな、テンパ1読みぐらいで動こうかな。ドロ。あ、ボタンいい。ボタンいい。すごくいい。ボタンすごくいい。ボタンはすごくいいよ。まあ、バーミリオン作っても、俺どうせダメだと思うんだ。なんで、ボタン効果、ヘレボラスリリースして、よいしょ。ほい、こいつ出します。で、ボタン効果、さらにかんざし効果。エクシーズ素材1個取り除いて、シュ。ブラロ出してもいいけど、エリカ出そうっと。で、そう、かんざしちゃんの隠されてない効果。モンスターを特殊召喚。後続作りに行くか。こうやって。で、まあ、テンパ1枚あるんだよなーって感じ。カードを伏せるわ。カードちょっと伏せるの早かったかもしれんが。人参の方が打点高いな。人参にしよう。ボタン、墓地送って、カナディアか。あ、まあでもこのカナディアは全然大丈夫。ほんなら、人参。こいつってさ、裏もいけるっけ。まあ、シュッてする意味ないか。バトル。人参で攻撃。まあ、テンパオア、あ、テンパっぽいな。かんざしで攻撃。一枚テンパっぽい気がする。リッカってどのテーマに強いんですか。あ、それか。立夏が強いテーマ、難しいっすね、なかなか。なかなか難しいこと言いますね。立夏が強いテーマ。立夏はね、そもそも環境じゃないんですよ。環境じゃないけど、ちょっと頑張って、やってるって感じだね。で、自爆してくる。んで、デスペ、チラリと。チラチラと。本当に大丈夫か？いや、俺は大丈夫じゃない。で、デスペ効果言ってくる。あ、それはね、大丈夫なんよ。かんざしは、一旦に一回、効果破壊を、あ、向こうにできない。あ、そういう、そう。大丈夫じゃないんだよね、これが、また。ドロ。一家新進か。はい。そうやな、じゃあ、人参効果使って、エリカ様墓地に送って、人参出してよいしょ、立夏新進使ってモンスターリリースので、カナディア湧いてくるんかな。あ、サンドラオの的、確かにサンドラオの的にはなかなかいいかもしれんす。ツモさんどうもっす。あ、消しちゃった。はい、バサラさんで、カナディア湧くかどうか。まあ湧くよね、カナディア湧くっすよね。スノードロップとボタン出して、で、エリカ様墓地にいるときにシュッてなったんで、よいしょ、モンスター効果全員のレベル6にしましょう。で、こいつにするか。イングナル。あー、いや、正確にはトレミスの方がいいと思うんだけど、ちょっとまあ時間的な問題とかでいろいろと、多分ね、これね、トレミスにして、で、トレミス効果で、よいしょ。わちゃわちゃするのが俺は良かったと思うんだよね。今のは、トレミスで、1体モンスター残しながら、ボタン回収して、で、ボタン効果で、蘇生札引いてるから、立夏の風花取ってきて、みたいな。っていうパターンがいいような気がする。で、速攻魔法。まあ、小津さやろな。トップ小津さえちゃう？
トップコズサイだから相手詰んだんちゃうかな。コズサイ、じゃあここはよいしょ、心身使ってここリリースして、こことかんざしあたりで、デコイチ自爆特攻ね。わあ、ライフがちょっと、これエリカ様か、エリカ様の方が良かったな。エリカ様やったら打点上げれんもんな。あちゃー、やっちゃっちゃー。バルブと人参優秀っすねこのデッキは。でこいつ出てくる、デスペラードリボルバードラゴンの効果発動、ガンキャノンショット1枚、これ潰されるのが一番嫌。あーでもまあ1枚だったらかんざしで逃げれるんだね。把握シュ、エリカ効果使いません、使ってよかったけど。じゃあ絢爛強、おばあちゃん効果、おばあちゃんじゃないよなこれ。でこいつ出しながらエリカ効果、よいしょ、6にして全員トレミス。あー時間が、時間が、時間がない、話しすぎた、わちゃ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 しすぎた。もうこれはハンデだ、使わないぜ。バトル、そう時間なさすぎた、勝ち。どうすか、いや、メブックも別にありかもな、もしかしたら。ボタンちゃん、ボタンちゃん、ほで、ボタン効果。で、これは、絢爛取ってきて、で、人参、人参墓地に送って、こいつ出して、で、絢爛使って、人参リリースして、シュ。テレボラスとシルビメ取ってきます。でバルブちょっと温存しようっと、バルブ温存してスノードロップ効果、シルビメ守備2800でこう耐えんので、どうでしょう、これでドヤ。まあ、宣告者はね1500減らす意味ではすごくいい気がします。あ、植物チューナーか。チューナーか。チューナーかって感じやな。さあ、アビスコン捨てられたんだけど。じゃあ、まだよ。モンスター効果発動。墓地に送られたので、ボタン出します。で、ボタン出たので、効果。蘇生札かな、蘇生札取ってきて、次こいつら生き残ったらバルブからのって動きできるっちゃできるけど、許される。でもね、あのサイバネティックフュージョンサポートはないと思うんだよね雰囲気的に。でそうなると、そうなると、そうなるとバルブ出して、あーサイバネティックフュージョンサポートここでか、強えな。サイバーロードフュージョン、はい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 。あ、まあでもこれはね、まだ全然わかんない気もする。3体、サイバー終わりドラゴン来た。マジマジっすか、サイバー終わりドラゴン来たんだけど。え、でもそれやっちゃうとさ、コンセントレートとかなかったら無理ちゃう。サイバー終わりドラゴンだったらいけるよ。バトル、オッケーオッケー、よかった。あ、ボタン引いた、強っ。じゃあボタン出して
てこう押してんでよいしょと、まあ絢爛取ってきてでよいしょとグローアップバルブの効果発動でレベルコピーしてよいしょとよいしょとでここ8にしてレベル1グローアップバルブを、レベル8立花生ボタンにチューニングシンクロ召喚8